皆さんこんにちは。今日はね、ケーキ作りやってみようと思うんだね。ケーキ作りっていうとね、なんか難しそうに感じるけど、そんなことないんだね。今日ね、これ、卵の、柔らか卵のシフォンケーキっていうの買ってきたんだね。これをスポンジにしてね、作ってみようと思うんだね。あとパイナップルとホイップクリームも買ってきたから、それでやってみようと思うんだね。でね、これ開けてみるとね、こんな感じで黄色い卵が黄色い生地が出てくるんだね。で、これにね、パイナップルとホイップクリーム乗せてみようと思うんだね。じゃあ真ん中まず切ってみるよ。切ってみたらね、もうあらかじめ切っといたんだね。で、切ったらね、こう開けてみてね。よいしょ。そしたらね、ホイップクリームつけてみるんだね。ホイップクリームギューってやってね、丸くやってピュッてやるとお花みたいになるんだね。ギューってやってピュッてやるお花なんだね。いっぱいお花が咲くんだね。ピュッ、これ子供さんとやるといいかもしんないね。ギューってやってね、ピュッてやる。面白いね。子供さん喜ぶかもね。でね、こうやって一周して、ぽってやるとね、お花が一周してきたから。で、そしたらね、まあ何でもいいけど、好きな具材をね、入れてみてね。今回はね、パイナップル用意したんだね、パイナップル。だからね、ちょっとパイナップル開けてみるね。パイナップルこれ。缶詰のやつね。こんな感じで出てくるんだね。パイナップルこれ乗っけるね。でね、そしたらね、これをね、蓋閉めるんだね。半分に切ったやつを蓋閉めとくんだね、こうやってね。そしたらね、またホイップクリームでね、やってみる。お花咲かしてみようかね。ちょっとクリームついちゃったから舐めちゃうね。うん、美味しいね。そしたらまたね、これは皆さんのセンスでいいんだけどね、どんなお花模様でもいいんだけどね、ちょっとお花咲かしてみるね。ギューってやってピュッ、丸くやってピュッってやる。ギューってやってピュッ、こんな感じでやってみてね。ほら。そうするとね、綺麗なお花ができるね。これ色変えてもいいかもしれないね。ホイップクリームの色をね。ピュッ。ね、美味しそうになってきたね。どんなもんかね。ちょっとまた切って食べてみようか。切ってみるね。美味しいかな。よいしょ、取れないね。よし。スポンジもね、しっとりしててね、柔らかいし、ふわふわだしね、ホイップクリームもね、ちょうどいい甘さでね、すごく美味しいね。皆さんもチャレンジしてみてね。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくね。バイバイ。